こんにちは。ゆっくりヨウムだにょん。今回はだいぶ前に撮影した動画だけど、投稿のタイミングを逃して寝かせていたので、ここで投稿することにしたにょん。ということで新宿から相鉄線に直通する列車に乗車し、海老名を目指すにょん。千葉県民は武蔵小杉までは総武線から横須賀線に直通する列車に乗るのが便利だから、利用機会のない列車だったにょん。それでは、ゆっくりしていってねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。で、ここはどこ？新宿だぜ。ここから一体何に乗ろうというんだか。もしかして埼京線？これから相鉄線に直通する列車に乗って、海老名を目指すぜ。途中から貨物線を利用して羽沢横浜国大駅へ向かう路線だね。まだ乗ったことなかったからな。列車が来たねー。相鉄12000系だぜ。この青色がかっこいいよねー。この車体色は横浜ネイビーブルーといって、横浜の海をイメージしたという深みのあるネイビーブルーの塗料に、自動車の塗料として用いられるマイカを配合することで、輝き感を持たせた塗装としたことが特徴だぜ。都心に直結するようになったのでイメチェンを図ったのかな？この独特な形状の先頭部がかっこいいよねー。能面の獅子口をイメージしたようだぜ。確かにそう見える。当然全面展望だぜ。 JR の区間ではいろんなところで線路切り替わるからね。路線図だぜ。直通する路線は埼京線しか乗ってないねー。この撮影した時点では東急直通前ってこともあるんだが、東急へ直通する列車は地下鉄路線に繋がってるので、この車両は走れないってのもあると思うぜ。故に東急へ直通する車両は、先頭部に貫通扉を設置した相鉄2000系になるぜ。なるほど、そうにゃんだ。前回の投稿で乗車してきたね。いよいよ出発だぜ。これから乗車する区間は埼京線ってことでいいのかな？一部大宮や川越まで直通する列車もあるから埼京線ってことでいいんじゃないか？そもそも埼京線ってのは路線愛称で、埼京線って路線自体は存在しないぜ。ほうほう、大宮から赤羽までは東北本線、赤羽から池袋までが赤羽線、池袋から大崎までが山手線、そして大崎からは品格線だぜ。このルートを通る列車を埼京線として運行しているぜ。東北本線、赤羽線、山手線経由の新宿行きなんて案内するとややこしいもんね。ちなみに埼京線は東北新幹線建設の見返りとして併設され1985年に開業。赤羽から大宮まで同じルートを走ってるよね。その後大崎駅まで延長し、臨海線に直通するようになったのが2002年12月で、相鉄線と直通するようになったのが2019年だぜ。臨海線と京葉線が直通するようになってほしいよねー。もし実現したら最長で外房線の上総一宮から川越まで乗り換えなしで行けるようになるのかな？お、中央線快速の列車が見えるねー。右側には代々木駅だぜ。原宿駅公室専用の、いわゆる旧定ホームだぜ。最近使った形跡はないようだけど廃止されたの？2001年以降使用されていないようだが、可能性はゼロではないため廃止はしてないようだぜ。原宿駅は以前エキスタンプラリーで立ち寄ったね。おお、山手線と並走してるねー。成田エクスプレスが間に入ってきたぜ。渋谷駅だぜ。以前は山手線ホームとは離れたところにホームがあったよね。これが移設前の旧ホームだぜ。恵比寿を越えて山手線が上に上がってくねー。
山手線とこの貨物線を入れ替えるためだぜ。山手線目黒駅が左側だねー。五反田駅だぜ。あの上にあるのは東急池上線だね。五反田から蒲田への約11キロの路線だぜ。お、相鉄1万2000系だねー。駅に到着だぜ。この山手線との間にある線路は品川方面へ行くやつだね。主に成田エクスプレスが使用してるぜ。さあ、ここからは湘南新宿ラインと同様、品格線に転線するぜ。あ、新幹線だねー。この真ん中の線路は臨海線へ直通するやつかな。そして左側の線路は山手線の大井町車両センターへの引き込み線だぜ。そしてこの線路が品格線への渡り線だね。京葉線の車両が見えるねの車両だねー。もうすぐ合流地点だぜ。本数が多いにもかかわらず平面交差なんだよねー。立体化するには用地が足りないような気がするぜ。これがお互い本数を増やせないネックになってるのかねここから品格線だぜ。総武線から直通する横須賀線で知られる路線だね。ここからは主をはじめとした千葉県民がよく見る光景だぜ。多摩川だぜ。武蔵小杉駅だぜ。左側にもホームがあるねー。2022年12月18日に下り線のホームを新3番線に切り替えたようだぜ。じゃあこの乗車した時からすぐ後なんだねー。現在は柵が敷かれて乗車できないようになってるぜ。なるほど。さあ、ここから羽沢横浜国大駅までは約17分間無停車だぜ。貨物線を通るんだよね。この電車は相鉄線直通海老名行きです。ちなみに新宿方面はここで合流するぜ。ほうほう。次は羽沢横浜国大です。 This is a 相鉄 line train for 海老名。 This train will operate as a limited express in 相鉄 line。 The next station is 羽沢横浜国大 SO51。あ、ここで転線だね。横須賀線の品川方面とクロスするぜ。右側の地上に登ってくる線路は貨物線用のいわゆる武蔵野南線だぜ。トンネルばっかりの、よく鎌倉方面に臨時列車を走らす路線だったね。
新川崎駅だぜ。ホームがないので当然スルーだぜ。左側に分岐する線路があるねー。南武線に接続して浜川崎に向かうぜ。ほう、ここで横須賀線とクロスするぜ。この下に東海道線だね。鶴見川だぜ。だけどここにもホームはないんだよね。鶴見線だぜ。そして隣には京急線だね。京急の花月総持寺駅だぜ。そしてここからトンネルに入るんだねー。お、地上に出てきた。これが貨物駅の横浜羽沢駅？そうそう。そしてまた地下に入るんだねこの合流する路線が相鉄新横浜線だぜ。この前の畑岡旅で通った路線だね。この時点ではまだ開通してないがな。羽沢横浜国大駅だぜ。 JR としての線区はここまでだね。そしてここから相鉄用のディスプレイに切り替わるぜ。特急として運行するんだね。ソーニャンも出てきた。4番にジオンの最終防衛線も入れてほしかったねー。アバオアクーじゃねえか。ここから相鉄新横浜線だぜ。おお、駅が見えた。西谷駅だぜ。ここで相鉄本線と合流だぜ。本線は内側、新横浜線が外側だったね。
この上にあるのが東海道新幹線だぜ。そして本線からの列車が出発してくねー。あれ？降りるの？海老名は別の列車で向かうぜ。なんでかわかんないけど、まあいいや。あ、また本線からも列車が来たねそれじゃあ列車を見送って今回は終了するぜ。まだ海老名に到着してないから続きがあるのかな？次回は相鉄の名物列車に乗車するぜ。初めて乗車した JR 相鉄直通線、ほぼ全ての区間が貨物線で、千葉県民の主には新鮮だったにょん。さて、次回は西谷から別の相鉄線に乗車して、海老名に向かうにょん。そしてこの旅の真の目的が明らかになるにょん。じゃあ今回はここまでにょん。またご縁があれば次の動画でお会いするにょん。チャンネル登録は不要だにょん。それでは、ご視聴ありがとうございました。